アカデミーデアビルデンドン君舎タ、ミュンヘンニュービルディングチズミュンヘン美術院はドイツの最も古い、また最も重要な美術院の一つである。1808年にバイエルン王国のマクシミリアン一世によって設立された。2005年、新しい建物が建築設計事務所コープ・ヒンメルブラウによって建てられた。ミュンヘンに美術学校が作られたのは18世紀で、 1770年以前に、バイエルン選定校、マクシミリアン三世ヨーゼフが、絵画学校を作っており、名称は、ゼイシュナングスシューレリスペクティブ・マラウント・ビルド・ハワー・アコダミとしていた。1808年バイエルン王、マクシミリアン一世が、王立美術院を設立し、校長には、デュッセルドルフ美術アカデミーの校長であった、ヨハン・ペーター・ホンランガーを迎え、 事務局長には有名な哲学者、フリードリヒ・シェディングが務めた。1824年にペーター・フォン・コルネリウスが校長を継ぎ、1868年にはミュンヘン王立工芸学校も設立された。美術家の養成機関としての役割に加えて、画家の協会としての役割が生まれ、マックス・ヨゼフ・バーゲンバワアーといったミュンヘン地域で活動する第一世代の風景が形によって、 ミュンヘン派と呼ばれる画家集団が作られることになった。ミュンヘン美術院は1852年から1920年の間女性学生の入学を認めなかったが、ミュンヘン王立工芸学校は1872年から一部の学科への女性の入学を認めた。1882年に女性の芸術教育を行うミュンヘン芸術家協会の女子美術学校が作られた。 19世紀の半ばに、ミュンヘン美術院は、世界的に評価の高い美術学校になり、画家のデフレガーン、フランツフォン・シュトック、彫刻家のヒルデブラント、シュバント・ハラーラが教え、フランツフォン・レンバッハといった画家たちが学んだ。黄金時代を迎えるのは、ビルヘルム・フォン・カウルバッハやその後継者の、カール・フォン・ピロティやニコラオス・ギジスが教師を務めた時代であった。 19世紀終わりから20世紀の初めの重要な画家がミュンヘイン美術院で学んだ。第一次世界大戦後のバイエルンレーテ共和国などの成立による混乱は急速にミュンヘイン美術院の重要性を失わせた。ナチスの時代にはキャスパーなどの教授はナチスの圧力によって退職を余儀なくされた。ありがとうございます。